頂戴いただいたので、どうぞどうぞ。The Rakuten Umaimono Festival is Rakuten Ichiba's signature event that boasts a total of over 1.3 million visitors and 2.59 billion yen in sales over its history. This time, over the course of 1 week from October 18, 2023, the event welcomed 66 select Rakuten Ichiba merchants in Nagoya. At this 10th edition of the festival, over 1,000 different gourmet treats were on the menu. From items exclusive to the event,to popular longtime favorites. もう初日からやっぱ待ってたよっていうお客さんもちらほらいらっしゃるんで、それは本当嬉しいですね。こうやって試食できるところも多いので、なんかしっかりと見て帰るので、この企画はいいなと思います。今、お芋屋さんでシェイク食べられてますけど、どうですか？美味しいです。つけ麺屋さんに行きたかったんで来ました。美味しかったです美味しかったですよね。お芋屋さん の干し芋見たことがあって、気になってたので今日は買いました。ものすごい楽しみだもんですから、絶対来ようと思って今日来ました。もうこれで3回目かな、だからこれが楽しみなもんですから、お芋さんとか小籠包などですね、まだこれからまだちょっと覗いていろいろと返しに通おうかと思ってます。 We spoke to some merchants participating in the event for the first time. こんな大きな規模の催事ってなんかやったことなかったので、これもなんか今後につながるようなきっかけになったらいいなというふうに思ってます。本当人がすごいので、結構朝からバタ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 って感じで、ちょっと今までない体験をしています。うちの会社がブライダルを中心に行っている会社なんですけれども、コロナ禍の影響っていうのがあったので、スイーツをインターネットで販売するような新規事業の立ち上げっていうのがコロナ禍から始まったっていうのがありますね。楽天さんの方に出店させていただいて、そこでかなりまた売り上げがガッと上がったっていうのがあったので、EC 事業を今は中心として販売してるんですけど、今後は実店舗持って幅広くパティコっていうスイーツを皆さんに知っていただけたらなというふうに思ってます。 We also spoke with some more established merchant participants. お客様とコンタクトを取って、実際の商品の開発に役立ててるというところがいいと思いまして、参加させていただいております。1日20食限定ということで、通常のプリンの約 2.5 倍あるプリンを出しております。やっぱりもっとたくさん食べたいですとか、もっと大きいの作ったらいいんじゃないのというお声掛けいただいて形になった商品であります。本当に動ける限りは続けていただければ非常にいつもこう初心に帰れる場所でありますので、参加したいと思っております。高島山大会は特別なので、みんな元気なお客さんに会えますし、店舗仲間も楽しいですし、楽天さんもすごく元気で、高島屋さんも元気で、一体となって盛り上がる祭りなんで、楽しみにやってまいりました。普通催事だと店舗同士が話し合うとかそういうことってあんまりないんですけど、ここは店舗同士話し合いますし、お隣の店進めたりとかすることもあって、協力体制がすごいですね。みんなだからライバルじゃなくて仲間っていう感じなんです。もう美味しかったって言われると、もうそれだけでなんか疲れがもうどっと取れて、もう次の頑張る力もっといただけるんで、そういうのを魂のごちそう、たまごちって言ってくれるんですけど、たまごちいっぱいもらったような感じですね。 Rakuten ECCs and the event operation team could be found behind the scenes supporting the lively event venue. どうぞ、いかがですか？量がお得なのはこっちになります。ゆっくり食べて。